了解。心配をかけて隊長、そう言わんといた。ブローニャ隊長もおる。ブローニャちゃん、メイ姉様。え、あら、ブローニャちゃんにそう呼ばれたのは久しぶりだ。メイ姉さん、それとあなたたち無事で何よりです。状況の整理は後にし、分かった。ああ、ティミトちゃん、今だ。任務の資料は全て頭に入っている。ライルさん、隊長たちですよ。ああ、親友とキャロルもいる。どうやら、みんな無事だったんだね。私たちはルケニの攻撃を受けた後、ここは私たちがいる部屋以外ほとんど何もない。あるのは一つだけ。一周してみたけど、特に出口はないし、こんなに怪しいものがあるし。ゲームやったら、この装置を壊せば、できやしないよ。あ、誰だ。やあ、また会ったね。虚空板書、生きていたのですか。それはいい質問だね。ルケニのせいで僕の体が消えてしまったのは事実だ。ひどいだろう。これは彼が僕に残した唯一のプレゼントだ。しかし、この意識はまだ消えていない。天井の人でも僕の図書館から僕。さて質問だが、人間の基準で考えた場合。そういう哲学的な問題を話すために来たわけじゃないのよ。虚空板書、あなたが生きてるならきっとここから出たいはず。できないと言っただろう。ここはルケニが僕たちのような異物を閉じ込めるために星の扉の技術を使って構築。出入り口を開く権限はルケニの手にある。あなたが話した星の扉というものは、セントフォンテーヌに現れた異なる空間を接続する通路のことですか。その通りだ。君たちは何度も体験しただろう。星の扉が開く、天井の人はもうすぐ降臨するってすぐにわかる。これ以上の情報は教えてくれないみたいですね。ではどうぞご自由に。君たちがルケニの身体を壊せるとは思えないけど。ルケニの。そうだ、これは正真正銘天井の人の体の破片で。え、何を言うてんの。あれはおそらく本体ではない。さっき私たちと戦ったあの体の材質は。ええ、金属と岩石どちらも私たちの。先ほどの巨大な体はおそらく天井の鎧。捕鯨砲のことを覚えてますか。あれはフォースワンの港にあるはずのものでした。まさか。私の推測ですが、ルケには正門を使ってフォースワンの地下に。なるほど。そうなるとアテンマ城の材料の源も説明がつく。ブローニャ在地区、断りの律者の力を失ってもなお君は。しかし今さら。悪いけど自分の手でやってみな。ああ、勝手。ほら、僕は嘘をついてないよ。せっかくあと一歩のところまで来たっちゅうのに、このままここに閉じ込められるん？諦めないで攻撃を続けて。UFS を使って全力で挑みましょう。全力で戦う。はい、隊長。おや、これはこれは。なるほど、ムーンラ
ライトスローンの技術をベースにして派生した崩壊エネルギー変換装置。面白い。計算はまだ完全ではないのか。仕方ない、人類の知識には限界がある。もうやかましいよ、黙ってくれへんかな。キャロル集中して、君のパンチを当てにしてるんだから。驚いた、そういう可能性もあるのかい。どうやら計画に細かい調整を入れるのも悪くないようだ。何しろ時には即興も必要だからね。え、月の輪が光ってます。何これ、体が軽い、力がどんどん湧いてきます。全力で戦う。聞いとる、純枕を通して手応えを感じたで。はい、指が見えました。きっとできます。やった、戻ってこれたで。ああ、次はこのデカブツを沈黙させないとね。天井の人、ルケニ討伐任務の最終段階を始めます。フルーリーチャージだ。どんな敵も見逃さない。この巨大な体がルケニの本体じゃないから、いくら攻撃しても力の無駄ね。虚空板長が放ったルケニの身体を、先ほどの破片と似たような部分を見つけないといけません。その通り、手分けして探しましょう。あなたとキャロルは運営、ルケニの頭部をお願い。レジャー先輩、行こう。ティミドとライルは下方での捜索をお願いします。はい、任せて。メイ姉さん、ええ、真ん中は私たちが担当しましょう。戦場の人の企みが何だったとしても、ここで阻止する。メイ姉さん。ええ、壊しましょう。こっち。001Q、殲滅モード起動。ファイナルショット。これで終わりよ、ブローネちゃん。行きましょう。はっ、そっ、撃破。ギミトちゃん、身体を見つけたよ。はい、攻撃を始めます。さよならの時間だ、ギミトちゃん。今だ。わかりました。奴が作った空間は消えた。ええ、私たちはルケニに勝ちました。先輩、うちらちゃんとやったで。任務をクリアしたし、
仲間を一人も失わずに済んだんや。ほんまにできたんよ。ええ、よく頑張ったわ。あなたも、それから第二小隊のみんなも。隊長、メイ隊長の言う通りです。みんなよくできました。だけどまだ気を抜いちゃダメね。急いで情報を司教様に報告しないと。特に天井の人。同感です。天命は直ちに防御計画を立ち上げないとなりません。それにルケに。でもこれでやっとセントフォンテーヌの。まあまあ、そういう後片付けは他の招待に任せなよ。一番肝心な部分。あんた油断はできひんて。ブローニャ隊長が言うたやろ。まあ少し休むくらい平気やと思うけど。先輩ティミド、打ち上げパーティーの。あのティミド、アテマ城。空に放たれた光。空を覆うほどの空洞。いえ、空洞ではありません。あれは正門。黒板章が言っていたのは。ルケニを倒したのに。おそらく私たちは一歩遅かったのかもしれません。じゃあ扉の向こうはどこに繋がってるんですか。肝心なのは繋がってる場所ではなく。直ちにテレサ司教に連絡を。相手がやってきます。天命司教テレサ・アポカリプス、これより特戦隊員全員セントフォンテーヌ脅威レベルをもう一度引き上げる。これは大崩壊以来、天命の戦士たち、世界の平和は再び我々に託されたわ。全小隊戦略的配置を発表する。まずはセントフォンテーヌから最も近い隊長、第三小隊、最後に私も。Thank you.